甘いこれ。おお。はい、どうも、クイズ研修の伊沢です。ナイスガイスガイです。佐々木です。白い粉クイズ。おお。怪しいじゃん。今回とあるルートから。いや、来た。あ、白い粉を入手してきます。これダメ、危ないです。ダメです。撮影止めてください。まず撮影止めたとこでもうね。確かに。こちらです。あ、そのタイプの。どうやって入らない白い粉ですということで、白い粉が10種類ありますので、はい、何の粉なのかを当てていただこうと。今回は協力制ですので、はい、3人で力を合わせて、それぞれ何の粉なのかを当てていただきます。あ、なるほどね。この10種類はこちらです。砂糖、食塩、粉チーズ、重曹、クエン酸、グルタミン酸、グリシン、アルギニン、メチオニン、ロイシン。アミノ酸がいっぱいありますね。グルタミン酸、グリシン、アルギニン、メチオニン、ロイシン。ということで、とあるルートという名の味の素さんから、あアミノ酸をいただいております。あれ、そうでしたね。真っ当なルートじゃねえか。うまくここにね、あ、乗せろと。なるほどね。はい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 。とりあえず早速やっていきましょう。はい。うわぁ、増えた。菅井さんはですね、こちらの化学実験を行って調査をすることができます。すごい。pH をね、調べることができるんですけども、4種類だけ調べることができます。4回しかできない。はい。ね、10個すべてを調べることができます。なるほど。鶴崎は、はい、舐めることができます。おっ、最高。最高。おかしいよ。舐められるんですか。いいですね。舐めることができるのは6種類。6種類ね。はい。はいはいはい。伊沢さんは、ヒントを使うことができます。はい。はい、ここに10種類のヒントがあるんですけど、そのうち5枚引くことができますので、うまく使ってください。これらの手がかりをもとに10種類の粉の正体を当ててください。よっしゃ、よっしゃ。まずさ、最初にやる作業を言っていい？どうぞ。正解。正解だ。絶対粉チーズだもんな。まずこいつは黄色い。質感大事じゃない？質感は何個確かめてもいいから。確かに。ちょっとさ、どんなやつなのかを一個一個見てこう。1番、普通に砂糖とか塩みたいな形をしているな。僕それ砂糖に見えます。こうなるとこいつ味チェックしたやつ、バタバタバタと味で分かるやつをちゃんと味チェックに回したよ、ね、確かに。2番はね、かなりサラサラだね。あ、パウダリーな感じ、うん、めっちゃ粉っぽい。3番はね、2番よりは大きい粉に見えるけど、うん、パウダリーな、パウダーだね。なんかさ、その粒っぽいやつとパウダーっぽいやつで分ける。なるほど。あー、確かにね。なんか二分した方が楽だから、こいつ、こっちちょっと粒っぽいやつにしようか。9番の塩だ。それ塩に見えるね。それが塩なので、10番です、最後。これが一番なんか細かい粉じゃない？すごい残るね。壁に貼り付いてる。こんな感じじゃない？粉細かい派。うん。これ粉中くらい派。はい。これ粉大きい派。なるほど。いいですね。見たことがあるような気がするのはこっちが辺でね。こっちら辺はあんまり見たことないかも、みたいな。こいつらがじゃあアミノ酸なんじゃない？アミノ酸ってさ、pH はどうなるの？グルタミン酸は酸性です。お、うん、他の区別はつかないってこと？ロイシン、メッチオニン、アルギニン、グリシン。そうだね。じゃあこいつらはヒントカードをうまく使うしかないな。ちょっとじゃあ一回広げてやめるか。広げよ。必須アミノ酸。必須アミノ酸。あ、池田菊苗。菊苗だ。菊苗。菊苗ね。同じやつある。同じやつある。あ、単純。単純。単純。グリシンじゃん。アミノ酸の中で一番単純な構造してんだよね、グリシンが。塩多いがあって、NH2 があって、C があって、H があって、なんかついてるんだけど、そう、ここに H しかついてないっていうのがグリシンで、他のやつはもっと CH2 みたいな、ぐちゃぐちゃぐちゃっていろいろついてる。グリシンだけ不正炭素原子がない。これ絶対覚えてください。そう、これは全高校生が覚えてください。全高校生が覚えてください。C があって、ここに H がついてて、他のは他、H じゃないやつについてるのに、グリシンは H がついてるんですね。他のいらないんで、グリシンだけはどうか覚えてください。これはぜひ。で、話を戻して分かるやつと分かんないやつちょっとあげたいね。これはまあグリシンじゃん、おそらく。で、多分これパルマだから、パルメザンチーム。なるほど。おー、賢っ。そんな賢いんだよ、クイズ王って。そうね。で、これ池田菊苗だからグルタミン酸。あー、賢っ。で、これ多分あのカルメ焼き。カルメ焼きで重曹を使ってカルメ焼き膨らませるやつなの。うん、と砂糖ってことじゃん。だからこれはカルメ焼きと砂糖なんだけど、これ多分アルギニンだな。アルギニンね。そうね、よくエナジードリンクに入ってる。あ、そうなんだ。これ必須アミノ酸は？ロイシンじゃない。必須アミノ酸はあれですよ、プロバイス独り占めなんで。そうかそうか。フェニルアラニン、ロイシン、バリン、イソロイシン、スレオニン、ヒスチジン、トリプトファン、リジン、メチオニン。すごい、全部です。メチオニンは、メチオニンだから必須アミノ酸だ。必須アミノ酸、じゃあこれ、これ分からんな。でもね、塩が分かってないかな、まず。確かに塩ないね。
これビエニチカ岩塩鉱かな。ビエニチカの可能性あるね。岩塩鉱の可能性ある。大いにある。これビエニチカ岩塩鉱世界遺産ね。重曹だよね。クエンの可能性ない。クエンの可能性ある。その右左は何なの。右左はマジでない。分岐なんじゃない。分岐ってことあ、じゃあロイシン。ロイシンだ。これロイシン。おお、すごいね。これメチオニンか。一枚めくってみる。1枚めくってみるのはありだよ。どれいったらいいかな。これ pH が調べられるでしょ、うん、重曹とクエン酸とグルタミン酸は pH でたどり着き得ますよ。はい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 。クエン酸は pH が3くらいかな。重曹はアルカリ性なんで、うん、こいつ見つけたら一撃ですよ。確かに一撃、うん、味でも pH でも分かりづらいアルギニン、メチオニン、ロイシン、グリシンあたりが、うんうんうん、じゃあとりあえずアルギニンであることが確定してるこのエナジードリンク。そうしよう。はい、いくよ。はい、アルギニン、水産物の風味を作る成分でもある。アルギニン自体を舐めると苦い。 NH2 ここにはありますよ。アルカリ性説ある。アルカリ性説あるね。これとりあえずこ のアミノ酸系はヒントめくっていい。ロイシンと思われるものを。はい、ロイシンが正解。わずかに苦い、水に溶けにくい、筋肉量を増やすのに役立つ。メチオニンはこれ、はい、硫黄を含んでより独特の風味がある。それしか書いてない。やばい。ちょっとめくりすぎたかもしんない。なんだ独特の風味。独特の風味やばい。グリシン、砂糖の7割ほどの甘さ。あれ甘いんだ。おー、グリシンって甘いんだ。となるともうさ、他開ける価値ないからグルタミン酸いくしかないよ。まあ舐めてから開けよう。それはこの辺でしょやっぱり。うん、そうね、その辺じゃない。その辺は食味ヒント以外はどうしようもないから。じゃあ6枚いっていいですか。お願いします。ちなみに鶴崎は普段あの味の素舐めるときはどういう舐め方をしてるの。あ、こうやってこうやって手に出してこうお皿いらずで、うんうん、お皿のときもあるけどね。あの味の素と塩を7対3で混ぜて食べるとめっちゃうまいんですよ。これね、ぜひお試しください。同じやつは何回舐めてもいいね。はい、すごっ。じゃあちょっと舐めてみますね。お願いしますよ、うん、これ大事だよ。だけどうした。苦め、苦め、苦めだ。わずかに、わずかに、わずかに苦い気がする。もうちょっと、もうちょっと舐めて。今量が少なかったよ。わずかにだと思う。わずかにだと思う。わずかにだと思う。ロイシンっぽいな。ロイシンっぽいよね。不思議な粉だ。じゃあ次、3番をいかせていただきましょう。はい、苦い。いや、これはね、旨味がある。旨味、旨味がある。で、味の素感は、味の素感もややあるね。じゃあ、じゃあかなりもうこれグルタミン酸じゃん。味の素の結晶の形ではないんだけど、うん、味の素感はややある。じゃあ2番いかせていただきます。あ、細かっ。甘いこれ。おお、砂糖の7割ぐらい甘い。砂糖の7割ぐらい甘い。グリシンだ、グリシンだ、グリシンだ。もうじゃあ2番グリシンでよくない。グルタミン酸も一回置いてもよくない。一回置いちゃおうか、うん、じゃあこれを10番を飲みさせていただきます、はい、いただきます。あ、なんだこれ。え、独特、独特。わずかに苦い。わずかに、わずかに苦いかもしれん。お、ロイシンの時もそれ言ってたじゃん。こっちの方が苦くない気がする。お、6ちょっと今すぐ6もう一回いくか。6早めにいってみて。6いただきます。あどっち。こっちの方が苦い。いや、だからこれはなんかスーッと苦味がこうちょっとずつ入ってくる普通の味なんだけど、うん、これはうまい塩かな、苦いっていう経過をたどるんだよ。だからこっちが6がアルギニンなのね。うん、アルギニンだ。6アルギニンの10ロイシンかな。 pH って分けた時に、うん、砂糖食塩は中性、そうね、重曹はアルカリ性、うん、クエン酸は酸性、うん、メチオニンは不明でしょ。おそらく弱酸性かなくらい、中か、まあ、中性かな、メチオニンはみたいな。謎の粉っぽいやつを実験一回して、うん、色強く出たら嬉しいみたいなの。確かにね、あるかもしれない。実験一回はあり。5は謎の粉、6、8は砂糖よりサラサラとしか書いてない、うん、これ実験やってみる。実験やってみる、うん、それやってみようか。実験行ってみましょう。よし、久々だな、この溶液のさ、酸性アルカリ性を調べるという行為自体。この紙で pH が全部わかるの。今黄色で、うん、黄色いままだったら中性、うん、か弱酸性かくらいね、うん、いけ、ゴー。変わってる。ほんのり緑かもしれんぐらいだから、もっと中性だな。6とか7とかだね。これめっちゃ鬼っぽいね。
まあでも塩の可能性あるけどね、これ全然。まあなくはない。なめ候補だな。もう一個くらい実験しとかないと。5枚いく？ 5枚いく。もういっといた方がいい気がする。これミスって最後砂糖菓子を見た目で分けるなんだやだ。でもそれだったら俺と鶴崎はもう一回動画でやってるから。そう、家庭科でやってるから。一回やってミスってるやつの人とか。いや俺合ってるからね。ちゃんと使い回しをしないと実験級使いの基礎が学べる。いけ。ほい。おお。そうだね。これは重曹だろ、さすがに。これは重曹だろ。もうだって同じ色だもん、手袋と10とか11だね。見えません。これ重曹確定でしょ。重曹だわ。こいつ砂糖でも塩でもないことだけ確認する。これいく？じゃあ一回これ舐めてメチオニン確定させ、クエン酸を狙って実験する。そう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 。そして最後砂糖塩舐めに持ってこれれば最強だ。なるほどね。じゃあいきますよ。お願いします。あーやっぱさっきよりはね、なんかね、こんな大きめだね。いただきます。ここで舐めることはめっちゃ大事なんだよ。きた、トクトクだ、トクトクだ、きた。硫黄の感じね。え、なにこれ。あーでもわずかに苦くない。あ、マジでわずかに苦い。わずかに苦いかよ。でも、ドクドクの風味があるって言われたら風味があるかもね。なんか、ポテチ食べてるみたいな気分になる、これ。じゃあ、独特でいいんじゃない。独特な可能性ある。全然塩味ないのにポテチ食べてる気分になってる。不思議、これ。じゃあ風味が、だから風味がある。風味がある。だから、こっち味じゃない。うんうん、風味がある。ああ、じゃあいい。風味ある、風味ある。じゃあ、メチオニンにしよう。じゃあ、これメチオニンだ。まあ、でも少なくとも砂糖でも塩でもないことを確定できたのがでかい。砂糖でも塩でもない。クエン酸でもないと思う。いきましょう。よしよしよし。これが一番不明、わからなさは大きい。それをやろうか、じゃあ。はい。おお、赤赤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 。これはこれが酸性、かなりの酸性。2から3でしょうか。そうだね。これはクエン酸じゃないか。これクエン酸だろ。え、じゃあ舐めてもいいってこと。舐めてもいい。逆に言えば実験だともう区別つかないから。残り残ってるのが、残り残ってるのが1と9ですね。で、塩に見えるのと砂糖に見えるのがあります。はい。塩の方が舐め慣れてるので、慣れた味が来たらこれは塩だと。なるほど。一応カードもう一枚あるね。そうなんだよ。マジで実験ももう一回あるのね。いや、もうめっちゃ塩っぽいもんこれ。塊がここ穴を塞ぐから出てこない感じがすごい塩っぽいよ。いただきます。は？おい、甘いんだが。おい、砂糖じゃねえかよ。じゃあ砂糖じゃねえか。おさせんなよ。マジでまた塩と砂糖間違えたじゃん。最後の最後で。で、これが塩だと。で、塩だけど中性かどうかだけ確認しときますか。一回、うん、おこれはほとんど変わってない。俺の色変なし。わずかに緑。弱アルカリ。弱アルカリか中性か。中性かぐらい。じゃあ塩でいいだろう。まあヒントが1個余ってるから。で、この謎のやつ、謎のやつ、明らかな感じ見る。うん、クエン酸っぽいという予想だったけど、はい、クエン酸。クエン酸だ。酸っぱい、酸っぱい。なんだこのヒント。よかった、めくる。じゃあ全部使ったし、はい、これでファイナルアンサーです。はい、果たしてどうなんでしょうか。判定は残念。今回正解数8位で、ほら、入れ替わりだ。アルギニンと重曹が逆でございます。ええアルギニンってそんなにアルカリ性なの。これがアルギニン。これアルギニンなの。アルギニンは強アルカリ性ですね。アルギニン強アルカリ性なんだ。重曹は弱アルカリ性です。ああ、その違いなんだ。まあ確かにすっごい青だったもんな。確かにこれ pH は10から11はあるな。つづきアルギニン舐めてる。アルギニン舐めていい。うん、いただきます。ストレートに苦いね。ストレートに苦い、うん、ストレートに苦いだったらでも結局それ重曹って言っちゃいそうだけどな。重曹の方は苦味もあるんですけど、しょっぱい味もするという。あそこの違いもありました。なんでヒントカードで重曹をめくると、一応味はしょっぱいよということも書いてあります。アミノ酸すげえいろんな味あったね。だからグリシンは砂糖みたいに甘いし、うん、そうね、ロイシンはちょっとだけ苦い、アルギニンはめっちゃ苦くて、うん、メチオニンはね、そう独特の風味。ポテチみたいな味するマジで、マジメチオニン。ほのかにだよ。もう舐めないで香り嗅いでみる。めっちゃポテチ。おー、すごっ。そうだよね。香りポテチだ。何なんだろうこれ。いや、不思議これ。風味はやっぱ独特だ。あの、香りの方がポテチっぽい。あれにしよう。グリシンだ。グリシン。砂糖の7割ほどの甘さ。あー、7割です、これ。マジ砂糖の7割、これ。塩いっていい？
これだよ。うまいね。グルタミン酸ならと塩酸のやつやってみて。どうぞ。味の素はグルタミン酸ナトリウムだから、ね。そうそうそうだよな。あーいいねこれ。マジうめえ。これうまうま。というわけで今日は味の素さんの提供で白い粉クイズをねやってきました。はい。あ、皆さんって何っていうのを知ってもらうためにこういうクイズを作ってみました。なるほどね。こんなに味違うんだなって。ね、全然違った。うん、まあ、味の素さんといえばやっぱうまみ調味料の味の素とかクックドゥとかそういうなんか調味料の会社というイメージ強いかと思うんですけども、はい、実はその中心にはねアミノ酸があるということなんですよね、うんうんうん、調味料の方のあの味の素、はい、それさっきが好きなこれですね、うん、出たそれね、パンダの瓶のやつでしょ。はい、パンダの瓶のやつ。この味の素のうまみ成分は今日出てきたアミノ酸の一種グルタミン酸、うん、はい、味の素さんはこの味の素を開発して以来美味しさとアミノ酸の研究をずっと行ってきた。なるほどね、まあもうね歴史もありますからね、はい、味の素発売されたのが1909年、おお、もう100年以上研究してる。すごいね、すごい。そしてアミノ酸は筋肉、はい、まあ、つまりはタンパク質を形作るものでもあるので、はい、筋トレするときアミノ酸取るといいよねみたいなことも言われてたりしますね。足りないやつはね補うようにしてますよ、うん、はい、やってる、うん、まあ、特にねあの BCAA、はいはい、まあ、今日もちょっと出てきました、はい、これ聞きますね、はい、うん、バリン、ロイシン、イソロイシン、正解、まあ、美味しさ以外の健康とか美容みたいな幅広い分野でもこうアミノ酸の研究がね、使われてるということで、大事ですね。だから味の素はもう調味料の会社というよりはもうアミノ酸の会社なわけ。あ、まあまあまあ、そういうことになりますね。なるほどね、アミノ酸についてもっと知りたくなったよという方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。はい、クイズノックのウェブサイトでより深くアミノ酸や味の素さんについて知ることができるようになります。お、来年ですね、うん、味の素さんとクイズノックがコラボしまして学生向けのイベントを行う予定です。学生集えだ。ぜひ概要欄からチェックしてください。はい、お願いします。ということでね、今日は白い粉クイズやってきましたけど、はい、意外と知らないことがいっぱいありましたね。ありましたね。惜しかった。もう皆さんもですね、あのこんなアミノ酸あるんだなということだけでも覚えて帰っていただければ嬉しいです。ということでチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、楽しくさよなら。はい、さよなら。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE のアカウントもあるのでぜひチェックしてね。それでは次の動画でお会いしましょう。